サメさんちゃゲームイズドドドドドンキードンキーホーテーシュです。よろしくお願いします。というわけで、はい、ドンキホーテが、はい、ついに重心化したので、艦隊で29回で使っていこうかと思います。やめましょう。はい、変わってないですね。神化飛行アンチダメージオールですよね、はい、で進化が状態上回復ですけど、はい、それが合わさった感じですよね。まあ、本当にいいとこ取りになりました。で SS が、はい、スピードアップに電気攻撃、はい、で12ターンの2回目24ターンと、で友情、まあ、今見ていただいた通り超強反射関数クサンダー EL5、まあ、初ですね、うん、これが、はい、でサブで超強メテオ、まあ、サブというかメイン力ですけどもついてますよ。超強メテオついてます、まあ、意外に優勝がね、はい、最初のそのあれなんか期待通りの強さだったかな、強さっていうか、まあ、こんぐらいの強さなんだろうなっていう強さのイメージは出なかったですね。超強あの反射核三段 EL5 はやっぱり、はい、そうですね、うん、やっぱ貫通してよかったんじゃないかなっていうのは思ったかもしれない。いや今めっちゃ超強メテオ仕事した。超強メテオはマジで安定の強さだった、ね、超強メテオですね、うん、これはもうね、なんか敵いなくなってるなと思ったら、それ多分大体超強メテオだ、うん、大体超強メテオだと思ってもらっていいかな。やっぱこれは EL5 になっても弱いっすわ。これ結局ねその、うん、貫通でも方でも弱点近くだったらまあ出るのは変わりないからね。見てみますよこれ、うん、あメテオの瞬間そっちにしろ、うん、あもうメテオあ2発あってんでしょ、うん、ちょっとやっぱりっていう感じでしたね、長距離反射拡散弾 EL5 に関しては、うん、ただ今回ドンキホーテで事前にこのスペック出た時に、うん、結構俺人をバカにして優勝とか言ったんですけど、うん、唯一評価できる分がありました。俺ステータス高い、高いですね。これステータスやばいわ。これステータスめっちゃ高いですよね。まあ HP 2万2000の攻撃力がゲージコンビで3万2000とか、はい、まあ、3万超えて、そうですね、スピード400超えてますよね。スピード400超えてるから攻撃力とスピードに関しては文句ない、うん、文句ないですよね、うん、それはちょっといいよ。そう、ただし、まあ後でちょっと SS の部分で言うんですけども、はい、まあ、電気 SS がまあちょっとね、これ弱すぎだろ、なか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 の中と、うん、いう感じで、まあちょっと12ターン溜まるかどっかでもう打つか。これマジなんでこの友情にしたんだろう。本当に。なんでなんだろうね。なんでこの友情にしたんだろう。だって進化も神化もどっちも貫通なんですよね元は。そうですね。なんで確かに話になったんだよ。だったらなんか神化がサブの短距離拡散だ持ってたから中距離拡散になるとか。中距離だったら強かったですよね、うん、これ普通に。中距離で良かったんじゃないのかな、確かに。よりによってこっちになるみたいな感じですよね。これ貫通したら普通に強かったんじゃないですか。貫通したら、うん。それこそ普通に、うん、普通の強キャラというかね。打ちます。はい。で、SS、スピードアップ、電気攻撃。暴れていいですか？はい。これ、これでこいつ倒しますそれとも。あ、それでもいいね。1段階目、2段階目も、自身の攻撃力は等倍で電気攻撃の部分1段階目が約 1.2 倍です。おこれで見れるかな。 45,060 出てましたね。はい。でこれ属性倍率も入るし外気も乗ってるんで多分闇属性に対して今強くなってます。そう、ただこれそう乗らないんだよねあれが。パップこれちょっとじゃあ着直いってみようか。あこれ強そうですね。最初とはちょっと下で動いたか。いいね、役で殴りながらしっかり電気入ればまあ12ターンでこんぐらい威力が出ればまあ確かにそうですね。うん、理想状況だったら強いと言えるんじゃないかな、うん、12でこれは強いですね、普通に、うん、やっぱ SS でしたね、これはね。そう、SS は振られてましたね、うん、SS 全振りでしたね。だからまあ元の自分自身の背が高いから、うん、そうっすね。なんか倍率とかも控えめ、うん、なんかそこのと自強化は入ってないっていうことなんだとは思うけどね。って高いからね。これ状態上火力とかがついたら普通に強そうですけどね、うん、ついたらっていうかその活躍したらそのコンセそうね。いやまあなんかな、まあ、うん、いやこの拡散弾マジバカにしてんな。本当にこれやばいなマジ。拡散
だな。これもう一回反射してよかったんじゃないかな。3回反射していいっすか。3回反射していいよね、やっぱり。もう3回反射してもだから誰かしらに必中ぐらい反射してやっとじゃないですか。あー、これ反射数増えるとこれって貫通しないから関係ないじゃないですか。そう、気球だったら消えますもんね。いや、ちょっとお察しな感じですね。やっぱ最近ちょっとアビリティ、ダブルアビリティ持ってたりして、それにプラス回復とか状態上回復持ってても普通に友情強いからな、みんな。うん、これは絶対ミッキーに食われてるでしょ、出た瞬間。これはね、これだって殴りも結局スピード倍率しか入らないじゃないですか。そうで、攻撃力アップの倍率も入らない。まあ、コースだからなんか殴りクエストが強いかもしれないですけど、いやー、SS をね、なんかムーとかゴムクラスにね、あの強かったらまたその SS だけっていう理由もわかりますけど、うん、ちょっとこの友情な、友情のことまあ置いといてあげて、うん、状況メテオとかの俺見たら普通に強いキャラではあると思うんですけど、うん、いやちょっとね、なんでミッキーと一緒に出したならもうちょっと言ってもよかったんじゃないかなと思いますけどね。しかもその状況メテオで褒めてる、結構上げてる部分もなんか別に、うん、今、獣神化に関してはもう普通じゃん。そうなんですよね。芝居ですら持ってますから、ね、それなんかな、だから、まあ、メインってのはいいですよね、うん、普通にね。で、威力19万、とか20万近くのあのメテオですよね、うん、だからこれ、まあ、今は割とね、弱点近くで状況反射拡散で入れるもの理想火力に結構見えましたけど、うん、まあ、これ別に貫通でも一緒ぐらいの威力出るわけなんで、そうですね。でもこいつのヒットポイントが低いんで実際は2台3台拾って70万ぐらいしかいかないんでね、メテオ入れてね。あ、もうちょいな、早い時期にもうちょい何かと入れ替わったんですか。何かとあれで出た時期が悪い、非常に悪い、非常に悪いよまあそれはね、もう50年前に入れたら大概そう言われると思うんだけど、まあ、そうですね、50年前は大体ほんとちょっとね、だからそこはまあかわいそうっちゃかわいそう。だからなんかあのあれだよね、変な桜とかをさ、このスペックに弱くしたら結構荒れるじゃないですか。あれ、ね、桜はもっと強くしようみたいな。ハマったら誰でも強いでしょ。ハマらなかったそう、だからあ、ドンキホーで一柱でよくねみたいな感じなのかな。うん、それはちょっと確かにね、多分何出しても本当多分な、あ、本当に強くないと5周年前だからなると思うんですよ。だからだと、うん、サティスファイ生贄生贄になったのね、あるのかもしれない。生贄法でやったか。これ麻薬打ちますよ。これいいんじゃないですか。2段階目攻撃倍率は10倍で電気部分約2倍。大丈夫、うまく決まったらいいです。おー素晴らしい。一応そう、こういう風にまあ、昔流行った綾波のね、大釜みたいな使い方もできる。これ理想っすね。これ理想だね、うん、素晴らしい。で、この電気の範囲っていうのも1段階目と2段階目で変わってません。うん、これはどういう、でも今みたいな使い方がいいのかな、それとも殴りもいった方がいいのかな、どっちなんだろうね。なんかでも状況ありますよね、今みたいに分身がいたりして、うん、共有取ったら絶対4日の方が2体稼げるじゃないですか、うん、弱点目の前とかじゃなかったら今みたいな使い方ができるよっていう、なんか打ち方が2種類あるみたいな。そうね、選べはするのか。それだけでも結構あの使い勝手はいい SS になってますよね、うん、ただこれがなかったらこいつやばいから、本当にこれのおかげでまだ生きていけるよね。飛行ダメージとか枚数ダメージオールが今あれじゃないですか、かなり少ないじゃないですか、うん、ストライク、ドロシーとか、あとまあミッキーちょっと重なっちゃいましたけど、まあ来たけどね、うん、その部分とちょっと戦うってなるとあとこうありますけどね。だから役割分かれてますよね、うん、高齢でストライクランダでカンダキュラで、まあこいつは唯一状態上回復持ってるから、うん、やっぱその辺でどうにかなってくるんだろうね、来るかもしれないですね、まあ少ないところなんでね、良かったっすよね。これはダメオだけで高齢だったらちょっとあれだったっすけど、これ届くかな、ここで。どうですかね、あれしか気味にしてちょっとやってみようかな、ちょっと立つやつ超薄く行きつつ、そっちに寄りながら、はい、最初と何回目、 あとまあね、自分の加速がついてるからちょっとねスピードは速いかもしれないですけど、もう普通に最後殴りになった。
こう見るとさ、さっきのなんかあの、予感した方が強く感じますよね。うん、結局パワーファイル入ってないから、当たるのは減速しちゃうだけなんですよね。そうだよね。だからいかに電気部分やっぱり当てに行った方が、倍率自体はそっちの方が上がってるわけだし。毎回弱点殴れるだったら別ですけどね。それでもさ、この、うん、前も思ったんですよ。自分は神化好きだったから結構電気SSその時使って思ってたんですけど、この電気の当たる頻度を上げてもよかったんじゃないかなと思う。今早すぎて上とか当たんない時ありますよね。当たってなかったけど、それはなんかさ上げてもよかったんじゃないかなって思う。それかなんか修正、うん、これを機に修正とかしてもよかったんじゃないかなって思う。現状 SS は弱くないですね。弱くないと思う。普通にってかめっちゃ強いですよね、うん、SS はね。だから1段階目が12ターンは割とやってると思います。確かにそうですね、うん、なんかどっちかというとローザン的なあれですよね、うん、なんか短いターンでそうこのターンでこれ打てんのみたいな感じのあれを出せますよね。まあ16ターンで5連打てる時代なんでね、大5連打ちょっと確かにね、時代はちょっとインフレしてる中で見るとやっぱりちょっとね、うん、今現状の環境で状態異常とか弱くないんですけどね。なかなか本当ちょっとこれは使われない性能だと思います。うん、なんでしょうね、 SS だけって言ったらなんかもうちょっとなんかねズバ抜けてるあれが欲しいっていうのと、うん、あとちょっとやっぱ地震ターン以外の友情コンボっすよね、うん、ちょっとなんかもうちょっとプラスアルファってもよかったかなと思いますけど、メテオが強いんで今後どういうふうな使われ方していくのかわかんないし、この後10打作るけどそれザコ落とせたりするならまあちょっと違ってくるじゃないですか。うん、ちょっとじゃあ飛行アンチタの最後見てみようか。まあそのドルシーストリック、あとあのメテオ持ってる10打適正の枚数弾で僕らが時計で出したやつですね。ああ、はい、リバティ、あリバティだ、うん、その辺ですかね。まあとんでもないやつ結構いるからな。ちょっと強いですよね。前のそのもう強いやつが固定化されちゃってるよね。うん、まあその中で、あの、まあ、こう見ると、入ってくるでしょうね。うん、ね、刹那は多分共存しないんで、もともと別ものと考えていいんで、うん、あのドンキの評価には関わってこなそうですけど。こう見るとまあ、ああやっぱりまあ状態異常だけ見るとね、希少性はだいぶあると。ただまあクロマが状態異常回復活躍してるかって。そうなんね、言えばあの結局どれぐらい使われてないかっていうのが分かるから、うんうん、でコラボだしあんまりね、うん、そうですね、接待一気に作ってくるかっていうとあれだって、ジライラメオで状態異常回復が必要なクエストなんて作ったら大晴れよ。そいつしかいけなくなっちゃうんで、うん、だからまあほんとダメオの状態異常回復必要とか、うん、地雷の状態異常回復必要とかだったらあるかもしれないですね、うん、ちょっとハンニバルとかは前一回ありましたもんね、キンキー1とかでね。確かに、うん、でも今やっぱそうだね、ほんとそれぞれの属性でが強いからな、その地雷、未属性を筆頭にしっかりその3含みで、うん、あれですね、強いから、光だからといってあんまりここがね、結構刹那以外はなんかあんま使われてない印象すごいあるな、うん、そうですね、で今だとモース入ってきてるんで、ねえ、で、SS だけ必要、火力出したいって言ったらドンキじゃなくてモース選ばれると思うんですね、うん、うん、だからちょっと現状だとまだちょっと難しいかなと思いますね。だ特殊ななんか電気衛星とか持ってるんで好きで使う人とかやっぱいると思うんですけど、うん、だとああいうなんか別の使い方が普段のモンスと違うなんか縦に綾波レンジみたいなのが使えるのは面白いっちゃ面白いですよね、うん、で今結構理想の火力は両方出してると思うんで、弱点もちゃんと殴ったのもみんな見せれましたし、1段階目も縦貫してるし、うん、2段階目横貫してるし、うん、まあなんかあれでしたね、カタログを見た時よりは分かりましたね。SS がでもあの時でも、うん、それはある、入選の時よりかは多少は見直したぞっていうぐらいの、うん、SS がやっぱり強くてよかった安心感と、うん、いや捨て高すぎでしょみたいな、うん、それがありますね。だから結構ボロクソ言ってるけど正直メイン優勝以外は強い、うんうん、確かに長距離アンチャカツアンダーは本当にちょっと残念で、うん、ですね、ちょっとあの時ねこれはさ、見た時はショックですけど、超共感通覚さんが言えることをメテオが逆になるだけでも印象で結構違ったと思うんですよね。あー、そうメテオがメインでも確かに、ね、結構なんか印象、別に威力とか変わんないけど、うん、変わんないけどなんかわかる、まあ、印象は違ってくるっていう、印象はなんか違うのはわかる、うん、いや、ほんと感謝覚さんだ
なんでこれ、それか、貫通拡散だ、反射貫通だったらめっちゃ強くない？え、違う違う違う、あれが反射貫通して貫通するんだよ。そうだよね、それだったら調教じゃなくてもなんか強かったかもしれないしな、威力がね。だからあのバッハのやつの反射するバージョンとかですよね。そう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 、それは強いですね。反射貫通、反射のことダメなんだな。あれが当たんないの戻ってくるってなると結構出ますよね。そうだよね、貫通してね。だちょっとしたリワインドブラスターが貫通するみたいな感じになりそうだもんね。そうそう、ほんと、大げさそうですね。まあ、だからいろいろあるけどね、よりによって選ばれたのはこれでした。なんでしょうね、マジでね。なんかまあ、あれでしょうね、まあ、理想の配置とか弱点目の前とかだったらそれ誰でも出るから、そういうのはあんまり対象にしないですけど、まあ、あとはあれかな、うん、その結局ストライクとかも今もう出なくなっちゃってるんで、超重心とかで、であと他に結局セツナとかやっぱりすぐには手に入らないだろうし、そこでやっぱりドンキホーテ引いてる人とかはだいぶね、うん、使うところっていうのはあると思うので、うん、手持ちが少ない方はやっぱり重宝するのかなっていうのは思いますけどね、うんうん、はい。でもずっと重心確保やっぱりこいつやばいだろうみたいなこと言ってたけど、久しぶりに微妙なやつできた気がするなんかしばらく俺重心化でなんか下げっていうか、でもこれはねなかったイメージだけど、なんか別に確かに無理に、無理に上げる必要はない、露骨に上げる必要ないし、でも露骨に下げる必要ないけど、確かにもう、うん、うんっていう感じは否めません。否めないですね、うん、はい。まあこれでなんかボーンっていきなりね、また闇超絶とかにハマってね、ブドン強烈みたいな手のひら返しがあるかもしれないですけど、あるかもしれないけど、はい、それを楽しみにね、楽しみに、こういうやつがなんかハマったりしますもんね。それ、そうですね、でも本当それなんだよね、うん、そう、現状10打数止まりだから、電気以外通らないとか、そう、メテオなんか10万以上ダメージ通らないたまにあるじゃないですか。そんなあるある、キャノンベース無視していいみたいなね、そうだったらちょっとメテオ、ね、結構強くなってくる。それかなんか、長距離貫通バリア、長距離貫通拡散弾バリアが来たら長距離反射これしか通らない、これしか通らないと思うみたいなっていうのはね、まあ、妥当に状態上回復でしょうね。そうだね、本当ハマるとしたらね、それは本当少ないんで、まあなんで本当はちょっと時間的にあれなので、10打数が強かったとか、それも強かったとかね、あればぜひよろしくお願いします。はい、まあでも、はい、この次に来る重心化はさらにどうなるんでしょうねっていう人はね、ちゃんとよろしくお願いします。よろしくお願いします。結局ね、ほんと、ちょっと桜かと思ってましたけど、ここで普通に全然その、なんだっけこれ、童話シリーズだっけ、なんかあれだよね。何て一緒に来てるのかわかんないですけど。なんかヒーローシリーズか童話シリーズかわかんないですけど、来てちょっとわかんなくなりましたねって言ったらね、ちゃんとよろしくお願いします。よろしくお願いします。では今回もゲームラジオ1からお会いしました。ドンキホーテでした。シュウでした。よろしくお願いします。ありがとうございます。